はい、皆さんこんばんは。シンゴリアンチャンネルへようこそ。シンゴリです。はい、45センチキューブ水槽アクアテラリウムをやめてからのこういう状況になりました。まあね、結局鉱石入れてレイアウトどうしようかなと思ったんですけど、まあ水草、まあ、もったいないんで入れました。まだね、この汚い苔がついてる状態なんですけど、で奥はウィローモス、もうねあるだけぶち込んだっていう、そんな感じです。で魚はランチュウが入ってます。まあ、ランチュウもね、これ2年ぐらいクロコの頃から育ててるんですけど、まあちょっと雑なね育て方してたんですけど、ちょっと今回、まあ、こっちに引っ越してもらいました。まあ本当新しく魚入れてもよかったんですけど、まあちょっと試しにランチュウを入れてみたんですけど、これレイアウトと魚のバランスが非常にね悪くて、なんかあんまり、なんだろう、やっぱりランチュウには合わないこの背景かなと思います。ちょっと本当奥のウィローモスもね、なんとかしないといけないんですけど、まあ、とりあえずは、裏の見えない方に、まあ、ぶち込んだっていう感じです。ランチュウはね、これまあ本当はこうやって、ランチュウってこう上から見るもんなんですよね。なのでまあランチュウ飼うような水槽ではないんですけど、横からね、ランチュウを見るっていう。今までこのライトのついてる水槽でランチュウは飼ってなかったんですけど、まあ光を当てると意外とこう、まあこれはこれでいい魚だなと思います。けどね、やっぱりこう、合わない。水系と魚が合わないけど、まあとりあえずはこれでいいかなっていう感じです。こうね、もこもこ泳ぐランチュウ、2歳なのかな、2年だから、こう真っ白いやつもね、なんかほんと綺麗で、こっちはね、色が混ざってます。黒子で買ったんで、まあ、何色になるか分からずに買ったんですけど、真っ赤っていう感じはしないですね。やっぱりいろんなのが混じり合ってる感じなのかな。まあこんな感じでね、しばらくはランチュウでこの水槽を楽しみたいなと思います。まああとは苔対策でちょっとヤマトヌンマエビとか何か、どうだろう、タニシはダメだったから石巻貝ぐらい入れたいんですけど、まあ様子見ながら、もしかしたらランチュウ出しちゃうかもしれないんで、ま、こんな感じですね、今日は。あとは、まあ、こういう苔をきれいにして、まあ、見た目よくしていく作業になります。はい、まあね、今日はこんな感じで、45キューブ水槽、まあ、ランチュウ、気鉱石、水草、レイアウト、まああんまりよろしくないよっていうような、そんな動画でした。それでは皆さん、今日もありがとうございました。いずれまた。